ここにインプラントを埋入する。そして、前層弁できちっと開いて閉じる。で、まあ単純縫合でもマットレスでも何でもいいですから、まず歯槽調節回ですね。インプラントが入ってメンブレンが入ってるということを前提で、このインプラントの上は絶対に劣化をさせたくない。でもちろん幻聴切開をきちっとできれば劣化なんてしない、単純保護でも十分なんですけども、より幻聴させたくないという時はこの角化歯肉の下の方から1回入れますよね。こういうふうにストッパーがついておったら13ミリですから、初めてストッパーを使ったんですけど閉じませんよね。全然足らない。でここで幻聴して見えますかね。こういうふうにスーッとまず1本